クリックありがとうございます。ケビンステーションシアターへようこそ。ケビンさんです。ミーナ天神がオープンした場合、今から参ります。ミーナとノースが統合しました。正直な話、ミーナとノースの違いがようわからん状態で統合。1973年開業の松屋レディースの形を残した状態でオープン。進化する天神に対してオールドを貫く存在。ミーナとはスペイン語で宝の山という意味であり、みんなといった意味でもある。ファーストリテイリングが自社でビル建設を手掛けるのでなく、既存の商業ビルを一括賃借して全面改装の上で運営するスタイルです。ミーナ天神の所有は久留米のスタンダード石油が担当。郵便局との一体化開発で高層化を期待していた人たちからがられましたね。なし115メートルのビルにセントカッケ、シャシャンナとかヤフコメに行きね。正直な話、高層ビルにこだわりすぎると嘘ダサい気がします。このミーナのチャームポイントはエメラルドグリーンなガラス張り。古い建物に洗練された新しい命を吹き込みます。そうするんやったら全面的にした方がよかやん。こうした方が入るとに、とにかくでかい。2万2000平方メートルを超える巨大ミーナ。全国に4つあるミーナの中で一番大きいのでは。てかミーナって天神だけでないことに驚いた方もいるのでは。新生ミーナはどやんかな。行ってみゅ。1階はこんな感じ。1階の目玉はユニクロ。皆さんもご存知だと思いますが、九州最大のユニクロです。キューブが動くとですよ。いやかっこよかね。実はミーナはユニクロを運営するファーストリテイリングが管理するビルなんです。だけん1階にユニクロかな。ユニクロが複数ある博多駅と違い、天神地区唯一のユニクロ。おしゃれ激戦区天神で輝きを放て。おしゃれだけやない、地元企業とのタイアップ T シャツ、ピエトロまであるし、イチローが着そうな T シャツばっかり。今年は世界水泳が福岡で開催。盛り上げていきましょい。ユニクロは服だけじゃない、花も扱っています。ユニクロフラワーは九州初、人々の暮らしを彩り豊かにするアイテムとして2020年4月に開始。極楽浄土の島から摘んだ花です。って地獄楽かて、変幻自在の。さて1階にはジンズもあります。本社は群馬だけど、ジンズの第1号ってなぜか福岡なんよ。ジンズが手掛ける音化コーヒー、西日本初出店であり、ジンズと音化コーヒーの一体店舗は日本初。充電も完備やし、 Wi-Fi スポットもあるよかね。ちなみに今日のコーヒーはこんな感じ。日によって変わることあるです。どんなコーヒーかな。今回はやめっちゃのケーキと一緒にいただきます。すっきりとした苦さ、よかですね。私は夏場麦茶をよく飲みます。そう、麦茶と同じくらいに喉に引っかかりがない飲みやすさ。これに合うのがケーキ。コーヒーの苦さを中和、パンケーキのもっさり感もコーヒーで中和。実にバランスが取れた関係。ユニクロやジーンズの他にレディースファッションのセオリーも入っています。2階はこんな感じ。こちらも1階に引き続きユニクロやカメラの北村も進出。ユニクロが進出するなら GU も来ます。こちらは九州最大級下だ。ユニクロの九州最大やのうて、こちらは九州最大級。 GU は若年層をターゲット。ノースの島村の後を引き継ぎます。ミーナ天神の開店前に今田美桜が気にしちゃったって。それにね、今田美桜の匂いが酸っぱい。キモい。キモか。キモい。中条あやみは奪われたばって、今田美桜は渡さん。コンテンツフリートの裁判にしまよか。欲しいのがこれやな。ミーナとショッパーズの連絡通路ですが狭かです。もう広がって歩かない限り大丈夫よ。この正体はスタッフルームです。スタッフルームは大事。4階はロフトが登場。天神南からやってきたロフト、買いまたぎをせずにまさかのワンフロアでお買い物可能。日本で4番目に大きいロフトだから3フロアくらいで展開すると思っていましたが、天神南にあった時のロフトと比べて売り場面積を約6割に抑えています。今回のロフトはワンフロアで収まるんです。今全国のロフトで流行っているクランク動線という迷路みたいな動線で商品を並べずに中央に広い通路を設け、東西に商品を配置。まるで街を歩いているかのようにお買い物をするような仕掛けです。中央の広い通り、まるで渡辺通りんごたる感じ。このようにしっかりとキャラ分けしとるけん、お目当てのものに簡単にたどり着きます。
変装とかのパーティー系が前と比べて充実していないのが残念。あの時は同じ天神南エリアにドンキがある件競合しとったかもしれんけど、ここは北天神やし別に問題ないと思っちゃけどな。詳しいロフトネタは過去のネタからチェック。あとロフトといえばタイアップ、地元企業とのタイアップ商品も出します。今回は JR 九州と九州各地のお菓子メーカーとコラボ。 JR 九州よ、せやんかとつに金ば使うなさい。夜間平日快速廃止とかもう経営が苦しいっちゃろ。もう新幹線とかやめてまえ。稼ぎに稼ぎまくったら快速復活ね。わかった。 JR 九州は余計なもんに金ば使いよる。取り乱しました。ロフトラ、天神ロフトの新しいキャラ、博多の伝統工芸の博多張り子をヒントに作成。他のロフトのサイトをパッと見る限りキャラはオランゴタルです。天神ロフトオンリーゴタルです。やるやんけ。5階はこんな感じ。バラエティに富んだラインナップやね。なんかイオンの2階にごたる雰囲気ばい。なんかみんならしいフロアです。世間を騒がせる青木とテナントの常連 ABC マート、そして江口洋介と三谷隆御用達の東海。かつてはワンフロアで仕切っていた湯沢屋に代わり東海が北天神に降臨。うひょ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 、鮮やかでざます。おや、このピンクな毛糸、甘露寺三里御用達やな。大正時代にあの髪色は不可能。ちなみに湯沢屋はフロアが狭くなり品数を抑えた感じですが、西鉄と地下鉄のどちらにも近いという交通条件にはかなわんかったことあるです。あ、そこに花がある。タキシード仮面御用達ばい。アニメキャラ多すぎ。6階は生活感濃いめ、イエモンの濃いめ並みに濃いめ。まずはニトリエクスプレス。ニトリと違い、ニトリエクスプレスは家具を扱わずに生活用品を扱います。生活感といえばこちらもセリア、100均の湯。こちらも品揃え豊富。ロフトが6割にひよった原因はフロア面積はもちろんのこと、ニトリエクスプレスとセリアの本気具合にビビったのかもしれません。いや、ビビるって。セリアやニトリで扱いそうな系統はあえて徹底的に省いている気がします。陳列した商品に緊張感を感じます。ミーナの中に戦いがあるんです。ちなみにセリアってイタリア語で真面目という意味です。いや、真面目って自分で言うなし。7階はギーゴ、セガのゲーセンです。 Get into the gaming oasis の略、柱文字を取りギーゴ。昨年セガから改名しました。北天神の主でありたい。ブックオフバザール、主にホビーを扱います。で、5等分の花嫁やん。いや、俺はね、ミクオシやけん、ララポートのゲーセンにゲットできんかったもんばっかりじゃけ。8階には黒沢楽器店が入ります。福岡最大級のシェアオフィス&コワーキングスペース、ザ・カンパニー。あと屋上にはドックランもありますよ。では今から地下へ向かいます。地下1階に新設されたポップアップストアのつながる広場、オープン第1号はアンドローカルズ。そしてこの男もドンタクカーネルサンダース。まさかこんな格好させられるとか。道頓堀では川に投げられたりと花はじめ状態。誰もが目を奪われてく、君は完璧で究極のドンタク。ごめん、うまいこと言えんかった。山笠の日は長ハッピーかな。ちなみに本家のアメリカ本土にはカーネルサンダース人形はありません。そもそもなぜケンタキを取り上げるのか、実はドンタクの格好をしているだけじゃないんです。このミーナ天神店でなんと1200店なんです。日本で1200店舗目です。すごい。このミーナ天神店は JR 九州ファーストフーズが運営。他にマクルドやララポート福岡の1階にあるスリーコインズプラスが天神初進出。唐津駅にもある松清や吉野家と花丸うどん。天神ビッグバンにより激増したランチ難民を救えるのか。そういや、福岡空港も吉野家と花丸うどんば合体したような感じのお店でしたな。花丸うどんは吉野家のグループでな。日常使いがあふれるミーナ天神。実はミーナはテレ Q の福さてという番組で天神の中心になると言っていました。イムズやコアでにぎわった熱気がミーナへ北上。ミーナのリニューアルオープン、ショッパーズや郵便局の建て替えを機に天神交差点ではなく天神橋口交差点を都心にしちゃろうか。早く都心になりたい。
生活感や日常使いがあふれるこのミーナ、バッテンが来たら生活郊外にあるし、わざわざ天神まで買いに行くやつおらんやん。たまらっしょい。マンションやアパートが広がる北天神の人たちが使ってくれたらいいんです。北天神は雑居ビルやマンションが多く、天神地区で一番人が住んでいます。昭和通りから北の